彩波極林かっこよすぎ、わろたー。うわー、でけー。あ、びっくりした。そんなあれあったな。でけー。俺を初見で倒してくれよ。あ、騙された。かっけー。あ、もう BGM ががっつりやな。がっつりいってるね、これ BGM ね。ちょ、今俺が喋ってんだから、お前やめなさい。これはつけたら来た。オッケーオッケーオッケー、よかった。バカ体勢がっつり役立つね。ダメだこれ。いや、ここはいいわ。はいはい。柔らかいな、思ったより。なんかすんごい柔らかくない？臨界ブロッキーって昔からこんな柔らかくて。ナイス玉だろう。え、地雷無視覚悟は2回なんだ。あれでも臨界ブロッキーでもなんかコリューと同じで3回かなと思ったけど。どうした。あ、てかぶっ飛ばししてね。やべ。はい、これで怒っちゃうかな。見切りたいね。はい。え、なんかタイミングちょっとあれだよね。やばい。あー、これも新技 PV でやったやつだ。いやー、あれだな、あれ忘れたのがでかすぎる。吹っ飛ばし忘れたのがでかすぎる。まあいっか。あ、寝た。ナイス。これどうすっか。ちょっと紫ゲージがこの武器うんちだから。でも減らないね。弱毒思いっきり通ってんな、これ。で、これは、あ、そこにつくんだ。見て、角についてる。顔じゃなくて。あ、しかも、今見た？ぶっ飛ばしでも粘菌落ちてたわ。危ね。先行食らったらどうしようかと思ったわ。生太郎が罠置いたり、ナイス。おいおいおい！そんなんじゃ俺は倒せないぜ。どうしたどうした、オッケー！危ね。あー、これ。オッケーオッケーオッケー。腕破壊したらね、年金落ちなくなんだよな。赤くなっても。これやっとくか。あんまたちでやっても、意味ないけど。まあ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 。あ、怒り治った。危ねえ、これ見切りで後ろ下がって受けられんじゃん。ちょっとこれ吹っ飛ばすわ。ちなみに落とし物は臨界ケアマの年金。え、また眠ったんだけど。こいつ、睡眠値低すぎおじさんだ。紫1個もやってねえわ。オッケー、ナイスー。いやー、圧倒的にボコっちゃってるよこれ。圧倒的な試合になっちゃってるな。ちょ、頑張ってくんないと。俺、あ、頭壊れたわ。アルババで3オーツ、初見3オーツ絶対しないって決めてるけど、ちょっとね、もうちょっと頑張ってくんないと。思ったより強くないね。それでもまだこいつは第3形態を残しているのか。それ範囲狭いね。もっと後ろにバーってくるのかなと思ったら。罠仕掛けていいか。あ、逃げた。これついていくわ。まだバカが危ねえ。歩幅がでかいから移動するの早いんじゃね。ワッチ、今んとこただのでけえブラキディオスだな。オッケーです。ここで大丈夫。あー、これ尻尾いくか。尻尾切りてえな。え、なんかやっぱり動きがちょっと普通のブラキより呪いからさ、あれしちゃうわ。見切りが遅れちゃう。やべ！え？もう逃げんの？大丈夫かお前。これ来る？あの HP が何パーセント以下になったらさ、何パーセント以下っていうか一定になったら、あのどんどこどんどこやるってさ、藤岡さんがデベロッパーズダイアリーで言ってたじゃん。あ！来たんじゃない？来てねえわ。やばい、生太郎が優秀すぎる。あー、今の見切りたかったなー。今の見切れないならあれだったな、ゲージ普通に使って回収した方が良かったな。ねえ、ちょっと
オッケーオッケーオッケー、見てしっかり持ってったからな、あの環境利用のとこまで計算済みよ。 VR 界もしていくと。これ両腕壊れた、あ、もう腕なくなっちゃったわ、かわいそう。こいつ一生あれじゃん、メスに求愛できないじゃん。あいあいあい、いやこれ乗り蓄積するよりも多分ぶっ飛ばしした方が賢いな。変身切るか。そう、俺会議の装備持ってこようかなと思ったけど、あれだったのよ、なんか初見ながらビビって天使の装備できたんだけど、そんなビビるレベルではないな。あ、でもあれなんだよな、なんかさ PV だとさ、なんだろう、角からさバックアップバーって前方にやる技あんじゃん、あれが3つになってたりしてたんだよね。でもまだ1つなんだよ。ってことはこいつが最終エリアに行くと3つになるファイナルフォームになるんじゃないの。これ来そうじゃない。あ、やっぱなんかこっち行かずに来たー。あー、やっぱこれだ。どんどこ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 、ハムだろう。やばい、年金こっちまで来とるわ。へえ。で、ここ行けなくなんだよな。あ、 BGM が、あとなんかこいつ、え、年金なくなっちゃった。また全然違うじゃん、全然違うやん、さっきと。なるほどね、さっきまではあれだったんだ、遊びだったんだ。私は遊びだったのね。しかもこれあれじゃん、え、なんかすごい眉なんだけど年金がもう眉なんだけど、これこれ年金の上にいても大丈夫なのかな。え、そんなところやってなんてあんの。でね、この状態になると罠とか仕掛けられないらしいね。仕掛けないやつが食らわないのかな。仕掛けられる、あ、仕掛けらんないわ。地雷虫は、地雷虫は今仕掛けられてたかな。うわ、 BGM ミラルーツじゃんこれ、もはや。え、これ何、すげえ、やば、 HP 削りあかんわ、あぶねえ。え、これさ、いつか爆発するのかな。え、何、何やられたか分かんない、見えんかった。これすごいな、3方向になった、3方向になったっていうか、なんかネバネバ、なんかネバネバがなんか、あー、これダメだ、避けちゃうの、ついな、ここ避け、クソダメか、てかあんまダメージ、あっけー、おい、生だろお前、回復飲んでる場合じゃねえぞ、主人を助けろ、まず。そうだよお前、優先順位を間違えるな。わあれからさっき受けた技やばい、もう飛躍なくなっちゃいそう。これ避けて、よしよしよし、でここは、あー、まあいいか、カブタリ行こうかなと思ったけどちょっと無理だよな、しっぽ絶対無理なところでしっぽって言ってた。これが怒り、こいつ足息するとか、あ、違う、3方向じゃねえわ、3連続なのか。うわー、すごい、ここまで生えたね、粘菌が。え、なるほど、方向すると爆発するんだ、あー、なるほどね、ちょっとあれっぽいね、イベルからじゃねえわ、ネルギガンテのトゲと似てるね。これ粘菌があったら爆発してんだろうな。で、粘菌がねえと、これ納豆みたいな粘菌なんじゃねえの。あれ使ってこないな、なんかほぼほぼビールド全体にさ粘菌ばらまくやつ、 PV でやってたやつ。つか待って、臨界ブラキじゃないけど、これ早すぎて、俺の知ってる臨界ブラキこんな早くないけど、きしゃー、これ間に合わないから、とりあえず柔らかい尻尾でゲージを回収する。つか怒り状態じゃないかどうか見てなかったな、ぶっ飛ばしできたかもしんないのにね、さすがにぶっ飛ばし分は無効になってないやろ。おい、なんだこれ、は
何が何だか全然わかんねえや。待って、 HP の槍が、うわこれ爆発するんだよね。そうだよな、これ耳栓あるとすごいやりやすくなるかもね。だがまだ俺映ってないぞ一回も。ナイスサバだろ。やっぱ地雷虫は引っかかるんだね。あれ罠扱いじゃねえんだ。オッケー、地雷虫もう一回いける。で、こかしてカブタリ行こう。生だろ、はよ。え、またスタートしちゃった。やばい、地形ダメージで死ぬな。怪力の大量飲んでいく。生太郎さん、地雷虫だよ。うわ、何これ、ディアブロスじゃん。やばい、ミケラン来た、ミケラン。やばい、タカディンプロールで動きたかった。熱すぎる。おい、タカディンプロールのお供が助けに来てくれたぞ。プロお供、プロお供来たれ。ここでミケランが来るか。え、仕掛けた、あれどっかで仕掛けてんな。あれ食らった。で、俺多分 HP50 50%以下でここに来るんだろうな。なんか弱すぎるなと思ったらそういうことだったのね。え、あと HP どんくらいなの。あんま殴れてないね。あと達人芸も発動しなくなってきた。こうです。あっ、凄まじかったよ。だが俺には及ばなかったな。これ完全に最後ね、股間の股間どついてるね。まあ、急所に当たったんやろな。